ごきげんよう、ガラクタやオルドです。今回はですね、メガブローダーとあとデラックス版の方の平成ライダー仮面ライダーゴーストアイコンが安かったんで買ってきました。とはいえメガブローダーの本体自体はすでに持ってるんで、まあ500円でネクロムゴーストアイコンを安く買ってきたっていう感じですかね。若干の傷というかシール部分の傷が気になりますけど、まあ500円なら仕方ないでしょうで済むんで、まあ開けていこうと思います。こいつってこれがネクロムアイコン。いや傷がついてるな、やっぱ電池式か。電池持ってこよう。じゃあまあとりあえず音声の確認から。ステンバイ。ローディング。デストロイ。ステンバイ。Yes, sir. ローディング。デストロイ。ステンバイ。ほうほ、あれ、いけない。ネクロムゴーストアイコンって音声3種類だけなんだ。あとあれか、ゴーストドライバーか。ゴーストドライバー専用音声も入ってんだ、ちゃんと。へえ。すげえ。確かにこれ1個で500円は納得だな。ああ、なるほどな。じゃあ次出しますか。すげえな、こっちも角度によって変わんだ。あ、電池入ってんな、なんか。電池変えるか。光るのか、デラックス版って。たったこれだけの違いか。どうせもう音声知ってんだよな。ドライバー出すのもめんどいからいっか。なんか押したボタンによって音声じゃねえや、光り方が変わるってだけか。ああ、うん、なんか反応のしようがないな、これだと。まあ、いっか、コレクションは増えたことだし。うん、100円なら安いけど、うん、まあ、いっか。というわけで、今回は、まあ、デラックスメガウルボーダーを500円で買ってきたっていう話でした。
ご視聴ありがとうございました。